はい。 今回は雑談会になります。ここのところ30分前後の重たい内容ばかり動画にしておりますので、できるだけ肩の力を抜いてですね、話したいなぁと思っております。当たり前な話、動画が長くなれば、その分だけ作業時間も伸びるじゃないですか。大変だからといって手を抜くわけにはいきません。何かしら創作する人ならわかるはずなんですが、手を抜いたら後からその手を抜いたところばっかり気になって、帰って苦しむんですね。だから下手くそでもベストを尽くす。ついつい 根を詰めてしまうわけです30分を超える動画になりますと台本も400字詰め原稿用紙でだいたい40枚弱ぐらいの分量になります書くのはいいんですよ別に大げさではなく小説を34枚書くよりよほど楽です、まあ、つくづく小説を書くのは向いてなかったんだなぁと 通感する日々ですが何が辛いかというと40枚弱の台本を音読してその文章と録音データをもとに動画を編集するのが辛い命を削っているだとかそういう大それたことは言いませんけれどもそれでも体に負担をかけているのかもしれません先々月5月の中旬にですね 体を壊しました。ちょうどモーリス・ブランショの動画を編集していた時期のことです。ちょっと喉の調子が悪かったんで、市販の風邪薬を飲んで寝たんですね。かれこれ20年間、風邪の引き始めはこれで一発なんですよ。ところが今回は治らない。頭痛はしなかったんですけど、生まれて初めてってくらい喉を壊してしまいました。心なしか乙寒もします。それでも健康には自信がありましたので、放っておいたら最終的には咳き込むようになりまして、 あ、やっちまった。これはもうコロナだということで、夜中に専門のコールセンターに電話してですね、紹介された病院に行き、PCR 検査を受けました。結果は、 おかげさまで陰性でした。咳止めだけ処方してもらったんですけど、未だに夜になると、なぜか咳だけ出ます。私はもともと小児喘息を患ってまして、小学生の時は、ヒューヒュー呼吸が苦しくなるたび、メプチンエアーという、ご存知の方いらっしゃいますかね。L 字型の容器に入った薬を吸入していたんですけど、その時の苦しさをちょっと思い出す感じなんですね。咳喘息というやつかもしれないんで、呼吸器科で改めて見てもらわないとなぁと思い 放置したまま1ヶ月余り経ってしまっております。基本面倒くさがりなんでなかなか実行に移せないんですね。あこういうことをダラダラ語ったからといってお大事にとか元気になってくださいみたいなコメントが欲しいわけではありませんのでお気遣いなくお願いします。最初は正直そういういコメント欲しかったんですよ モーリス・ブランシュの動画を出した時は、ちょうど仕事を休ませてもらった日でして、YouTube やってることが職場にバレてるわけないんですけど、お休みをもらった日に動画を出すのって気まずいものがあるわけです。それで万が一バレた時のことを考えて、概要欄に仕事でお休みをいただくくらい体調を崩してます。病院に行ってきます。みたいなことを書いたんですよ。まあ、純粋に保険を打ったつもりだったんですけど、それでも心の中では、あ大丈夫ですかみたいな。 温かい言葉をですね、多分、干していたんですよね。したらもう全然来ない。むしろめっちゃ質問してくるやん、みたいな。俺病院行くって書いてんのにちゃんと読めよ、みたいな。<laughs> まあ別にいいんですけどね。ゲホー、ゴホーと言わせながら返信しました。吊るし上げたいわけじゃないんで、あ、俺のことかなとか思わないでくださいね。こちらが返信する時期を調節すれば、それで良かっただけの話ですし、何より面白かったなって感じなんで、全然気にしていただかなくて大丈夫なんです。 それでちょうど返信の話をしたんで、真面目な話もさせていただきますと、私のチャンネルでは人生工程にまつわる動画も何本か出しているんですね。それでたまーになんですけど、こちらに依存しかかってしまう方が出てきます。毎日のように返信を求められるんですね。まあ3日くらいはお返事しますけど、そこから先はぐったりしてしまって、返信できなくなってしまいます。働きながらチャンネルを運営していることもあって、 普通のコメントにすらエネルギーを避けない場面がちょいちょい出てくるようになりました。無理しないようその時々の気分を優先させていただいております。ですからリアクションがなかったとしてもあまり気にしないでいただけるとありがたいです。 質問に関してはほぼ100%答えてきていますが、これも今後は気分を優先させてください。他の視聴者様にも読んでいただくことを想定してですね、長文の返信を書くこともしばしばだったんですが、そういうやりとりに限ってですね、質問もろとも消去されるということが何度かありまして、まあ、無理してすべての質問に答える必要はないのかなと思うようになってきております。あと、間違いの指摘についてですね、 冒頭で述べましたが、原稿用紙にして数十枚分を一気に読むわけです。次はぎにしたら声の調子とか大きさとか変わって不自然になってしまいますので、40分とか場合によっては1時間かけて一気に取ります。この作業が意外と大変でして、うまく録音できているかどうか、近所迷惑になってないかどうか結構神経を使います。で、普通に読み間違います。野坂昭雪を秋吉と言い続けたり、 直近のカフカフに関すする動画でもいくつかやってますねバルター・ベンヤミンをボルター・ベンヤミンと言ったり、ウラジーミル・プロップをウラジミール・プロップと言ったり、無実の罪を無罪の罪と呼んで気づかなかったのは典型的ですが、こういうのは単純なミスですね。 傾向としてもともと誤って認識していたものは間違いやすいです例えばロリータで有名なナボコフという小説家もウラジーミルなわけですが私はもともとウラジミーミル・ナボコフでインプットしていましたのでいつか動画で言及するときはウラジーミル・ナボコフと正しく読めない可能性大ですまたあのお名前関係で言いますと吉本隆明を吉本隆明と音読みしたり たけしを「かいこうと音読みするのはありとされていますね黒沢明の映画「七人の侍」でリーダー役の侍を務めた名優志村隆あの生きる」という映画で市役所の所長さんを務めた方でもありますが志村隆も「志村京」と音読みされがちですし三島由紀夫と一緒に自陣した森田正勝は自分でも「必勝」と。 森田筆章と読んで欲しかったのだそうです。だから音読み、訓読みの違いは、ケアレスミスと合わせてですね、ご感定いただけましたら幸いです。あと作品タイトルですね、安岡翔太郎の改変の光景を、海辺の光景と言ってしまっています。後から気づいてあーとなりましたが、コメント欄でしっかり指摘されております。誠に申し訳ございませんでした。 海辺でではは。ななく海辺じゃないとダメですね、これはただこのタイトルの問題もケースバイケースかなぁと川端康成の手のひらの小説って短いショートショートを集めたものがあるじゃないですか私これ棚心の小説で認識していましたしいまだに棚心の方がピンとくるんですね他にも 谷崎潤一郎の金色の詩を金色の詩と呼ぶのはどうかと個人的に思いますけど、おつや殺しは公式もおつや殺しとなっております。これは殺しじゃないとダメだと。江、え、戸、ー、っ子はおつや殺しって言うんだよということをどこかで読んだ覚えがありまして、私の中では以来おつや殺しが正解になっております。斉藤慎士さんが最近動画で三島由紀夫の天人五水を 天人の水とおおっっしゃっておりましゃてて、りまああいいなぁと思いましたね。仏教用語では天人の御水が正しいそうですし、こちらの方がしっくりきます。あと他の方のチャンネルで川端康成の山の音を山の音と言っているのを見かけた時も新鮮な響きがあっていいなぁと思いました。これをいちいち天人御水が正解ですよとか山の音じゃんとか目くじら立てるのは 果たして親切なのか親切を通り越して無粋だろうと私なんかは思うんですね杉吉原さんのネジ式主人公が海でメメクラゲに刺されたことになっていますがこれは有名な話バツバツクラゲペケペケクラゲとしていたところを編集さんがメメクラゲと読み間違えて面白いからそのまま採用されたのだそうです、まあ、ギスギスした雰囲気の中ではこういうミラクルも起こりません できるだけ公式の情報に準拠するよう努めるのは当然ですが、ああ、この人はこういう言語感覚を育んできたんだな、いいな、面白いなという感じで、楽しむくらいの余裕があっても、罰は当たらないんじゃないかと、次回の念を込めて思いもします。ともあれですね、えー、言語道断な間違い、まだまだ指摘されておりますので、ここからは一挙にですね、訂正とお詫びをさせていただきたいと思います。 純文学を知るための必読書リストという動画で、アニメ脚本家の花田十喜さんを、花田清輝の息子さんだと解説していますが、これ、お孫さんの間違いでした。本当にあってはならない間違いですね、これはえ。指摘されるまで息子さんだと本気で信じ込んでおりました。誠に申し訳ございませんでした。おかげさまで1万再生を超えた動画なんですが、近代文学同人の荒正人を、荒正人と読み間違えてもいます。 政治と文学論争という有名な論争の担い手で、暗号と同じくヒロポン中毒だったそうですが、アラさんについては学生時代にネット検索をしてですね、読み方を確認した記憶があるんですよ。ああ、正人なんだなと思っておきながら、頭の中で修正されないまま、アラ正人が正解だと思い込み続けてしまっていたわけですね。え続きまして、渋沢達彦。指摘されるまで渋沢達彦で認識しておりました。 というより、自分がどちらで呼んでいるか、渋沢と呼んでいるか、渋沢と呼んでいるか、全く無自覚でした。あえて恩君を使い分けるのなら、まだしも、濁点の付け間違いは NG ですね。黒沢明を黒沢明と呼ぶわけにはいきませんので、渋沢、えー、濁らないのが正解ですので、ご注意くださいませ。誤った読み方を広めてしまって、誠に申し訳ございませんでした。他にも、 五病を五秒と言い続けて恥ずかしい思いをしたこともあります。大変勉強になりましたのは、仏教では妄想を妄想と読むというご指摘ですね。意識と本質に出てくる妄想分別は、妄想分別が正しいのだそうです。あと、年表の間違いですね。 発見した時一番へこみます。コミュニティ欄でもお伝えしましたが、まず1966年、昭和41年の文化大革命とビートルズ来日を、1965年、昭和40年としていました。もう一つですね、最近になってご指摘を受けました。1975年、昭和50年にロッキード事件と、 第一次天安門事件を入れてしまっておりまして、これは両方とも翌76年、村上隆さんが限りなく透明に近いブルーでデビューした年の出来事です。 天安門事件につきましては、ベルリンの壁が崩壊した1989年、平成元年の第二次天安門事件を指すことが一般的ですので、混乱を避けるため、今後は第二次天安門事件のみ年表に記させていただく所存です。ハイヨレニャルコさんについて、2010年にアニメ化されたと紹介したものの、一般的に知られているウーニャーウーニャーの方、 アニメ第1期の放送は2012年でしたと概要欄で補足させていただいたこともあります。もろもろですね。ややこしい感じになってしまって。 誠に申しし訳ございませんでした今回列挙した間違いを含む動画はいつかリメイクするることとになると思います三浦正史さんが「私」という現象の中で「宮沢賢治は自分の作品を変化し続ける現象と捉えていた」と紹介なさっているんですけどあこれいいなぁと思いまして私の場合一つ一つの動画を完成品と見なさずチャンネルを構成する一つの要素とみなして全体が常に新陳代謝しているイメージを持つよう心がけております。 まあそう思わないとですね完璧主義なところがあるんで一つ一つの間違いがどうしても気になって落ち着かなくなってしまうんですねそれで1年のうち過去動画のリメイクに充てる期間をどこかで設けようと決めております5年10年とこれを続けていけば今回ピックアップした誤りも全てリメイク動画への肥やしとなって消えているかなぁなどと考えているわけですともあれ私ですら気づかない細かいところまでですね 本当熱心ににご覧いいいいたただいていて本当にありがたいです過去動画の内容を十二分に汲み取った鋭いコメントも参見されるようになってきました。例えば、ブランショの文学理論ですね。文学は言葉の本質。猫なら、猫という言葉以前の実存を追求するというお話を受けて、これは過去動画であった。 吉行潤之介の捜索態度と同じですよねというコメントをいただきました。カフカの動画でおっしゃる通りの解説をさせていただいたんですが、私より早く気づけているんですよね。触撃の相馬に、 ミマサカスバルという対戦する料理人の行動原理をトレースするキャラが登場しますけどまさにあんな感じでですね思考をトレースされたような錯覚を覚えましたねおそらく過去動画を繰り返し繰り返し視聴してくださっているのだと思います本当にありがとうございます当チャンネルの視聴者様は18歳から34歳までの層が全体の70%を占めますなのでここからは18歳から34歳までの自分を顧みてしくじった なあといいうポイントがありますすのででこれをですねシェアささせてください私は今でこそこうして勉強してきたことを動画にできていますがそれまでは小説を通してですねどうにか知識を還元しようとしていました貧乏症なものでどうしても勉強してきた内容にギリ立てしたくなる小説の中に全部ぶっ込みたくなるわけですそれで話全体を台無しにするという本末転倒を懲りずに繰り返しました結果的にどうなったかというとひたすらインプットするだけになっていきました 私は20代の頃から今動画にしているような知識を持っていました半信半疑でしたけどこれは宝だと分かってもいました分かっていなかったのはその使い道ですね周りに知られるのはもったいないいつか作家としてデビューした時のために温めておこうとかそんな小賢しいことを考えて持ち腐らせていたわけですまた紙媒体への執着も尋常じゃありませんでしたもう本じゃないと意味がないブログとか動画とか ネットを介した表現媒体を一段も二段も低く見下げていたんですね。それがひょんなことから YouTube を始めることになり、なんて狭い猟犬で生きていたんだろうと、もう開かれました。お金って当たり前ですけど、評価が高いものに支払われるじゃないですか。で、その高い評価とは何かっつったら、感動とか必要ですよね。そういったものを人様に提供しようと思ったら、とっておきを しみするわけにはいきません。2年ちょっと YouTube で活動してきて、どっちらかっていた知識もいくらか体系化できてきた手応えがあります。まあ、小説を書くんだったら、こんくらいまとめてからだったよなぁと、最近よく思います。こんだけ形にできていたら、わざわざ原稿の上でギリ立てせずに済んだだろうにと。要は才能を云々する以前に、詰めが甘かったんですね、私は。今なら何かしら書けるかもしれないなぁと。 思いもしますが、しんどいんで、よし、書こうとはならないですね。そんな暇があったら動画を更新します。そうした方が確実に感謝されますし、お小遣い程度のお金は入ってきますんでね。ここに至って、ああ、俺には小説を書く才能がないなぁと自覚するわけです。私が代わりに読んでおきますなんて発言したこともありますが、本を代わりに読むなんてことは絶対にできませんね。私の役割は、私なりのやり方で、 この世界や現実の解像度を上げ続けることだと思っております。皆様におかれましては、どんどん知識を吸収し、創作やご自身の人生観を構築する助けにしていただければ幸いです。あのチャンネルなかなかいいよと宣伝してくれたら、それでチャラですので。 うまくちょっとですね、伝わったかどうかわからないんですけれども、最後に、モーリス・ブランシュを読んでから、死生観と申しますか、死んだらどうなるかという考えがガラッと変わったので、そこのところを話させてください。私は死後の世界を否定しません。ただ、死後の世界はこうなっているんだよと、言語化できている時点で、それは真に受けなくてもいいかなと思うようになりました。そこにあるのは、 想像を絶する世界。私たちが言葉にすることも思い浮かべることもできないぶっ飛んだ体験が待っているわけです。えー、なんだかワクワクしてきたそこのあなた、お願いですから早まらないでくださいね。え禅、ー、は本質を認めない。禅は空なんだと、意識と本質を動画にして以来ずっと言っていますが、空というのはひょっとすると言語化を禁じる概念なんじゃないか。イトゲンシュタインの 語り得るものについては沈黙しなくてはならないという命題と同じですね。神様とか宇宙の法則とか言いたいことはわかるよ。でもさ、それってどれも言葉にできないことなんだよ。てか、言葉にしたら嘘になっちまうんだよ。だから食う、言わぬが花黙っておきなさい。言葉にしなくともその片鱗として私たちにはこの世界が与えられているじゃないか。色即是空,空即是式というのはつまり こういうことなんじゃないかなと言葉にしちまっていますが <laughs> ともあれあのレヴィナスの哲学ですね全体性と無限の哲学もこの見解にはまるようだったら最高に面白いだろうなと思いますねといったところで えー、今回は締めくくらせていただきます。次回からまたサブカルチャー関連の動画を作っていきたいと考えておりまして、今中島あずささんのコミュニケーション不全症候群読んでいるんですけど、BL の章に突入した時点でめちゃくちゃ面白くなります、この本。中島あずさイコールグインサーガの栗本薫なわけですが、彼女こそ BL 小説の始祖と言うんですね。私こそが BL を始めたんだということで、 もう、ビニール採用をうがって、いろいろ解説してくださっていて、本当に面白いので、えー、BL、八百屋について、今後ですね、言及していきますので、楽しみにしておいてください。といったところで、最後までご覧くださった視聴者様、誠にありがとうございました。失礼いたします。